Chris from Philippines, and welcome to my channel. Minasan, konnichiwa, watashi no chaneru ni yokoso. Watashi wa Filipino Chris desu. So for today's reaction video, I am reacting to a photograph of a boy standing in the grill. And this video was suggested by a viewer of mine. Thank you so much for your wonderful suggestion. Dewa sasuko, hajime masho. 長崎原爆資料館で今ひときわ注目を集めているという一枚の写真。息を引き取った幼い弟を背負い旅に伏すため少年は順番を待っています。焼き場に立つ少年です。なんかかわいそうな感じがします。改めてね、子どもたち今日スポーツの大会で来てるんですけど、それ楽しくねできてるっていうのはこういう時代の上にいるんだなって、はい、思いました。まあすごい小さい子どもにもすごい影響を与えてしまう、やはり戦争の無謀さを表している一枚の写真じゃないかなと思いますけども。今年11月24日長崎訪問を予定するローマカトリック教会のフランシスコ法王。去年1月、焼き場に立つ少年をポストカードにして世界に配布するよう信者に指示しました。メッセージを添えて、撮影したのはアメリカ軍のカメラマン、故ジョー・オダネル氏です。こんにちは。はじめまして、酒井です。よろしくお願いします。どうぞ。オダネル氏の妻、酒井貴美子さん、58歳。現在、アメリカ・テネシー州に住んでいます。当時使ってたもの。ありがたいの一言ですね。彼がそういうふうに思って、でみんなに見てもらいたいっていうふうなことで行動を起こされたっていうことが。オダネル氏が被爆後の広島長崎などで撮影した写真はおよそ300枚に上ります。人間の原点みたいな、そこをついた、やっぱり彼は素晴らしい写真家だったと思いますね。人間の根本的なものを見抜く力のある写真家だったと、そういうふうに思います。ただ母国がもたらした悲劇を公開することをためらい、40年ほどフィルムは現像せず、トランクにしまったままにしていたそうです。しかし1989年、自分が伝えなければ伝えていく人がいないっていうふうな危機感みたいなものはあったと思います。写真家はいたと思うんですけれども、でもそういう写真を撮って、でそれは全部政府の方に回っていくんですよね。自分の手元にあるっていうのはほとんど例がないので、それを自分は持ってると、この持ってるものをなんとか活用しなければ意味がないんじゃないかって、そういう思いだったと思います。そのうちの一枚が焼き場に立つ少年でした。酒井さんは2007年にオダネル氏が亡くなった後もその意思を継ぎ写真展を開催しています。少年がその後どこに向かったのか、そして誰なのか、被爆から74年が経った今も詳しいことは分かっておらず、専門家や被爆者らが調査を続けています。写真を撮った時に本当はその撮った後に駆け寄っていって、でこう抱きしめてあげたかったんだけれども、なんか崩れ落ちそうなそんな気がしたんで、何もできないでいたんだっていうようなことを言ってました。でその少年もずっと赤ちゃんをその火の上に置いて、で
まあ、焼き上がるまでずっと同じ姿勢でいて、その終わった後はもう何も言わずにそのまま去っていったっては言ってましたね。100名ぐらいの子どもたちにはもうこの大きさで話をするのよ。被爆者の八木美智子さん80歳、県の内外で小中学生を対象に被爆体験講話を行う際、この写真を使用しています。私はね、この写真見て一番最初にパッて目についたとこが、ね、指先よ。この手の指先見た時にね、もう本当涙が出た。しかも裸足でしょ。もうこれ見た時はうっと思ってね、涙が出た。小中学生には写真の効果でより被爆体験が伝わりやすいと考えています。今でも誰かわからない、ね、でもこの子がいたことはもう確実なんだもんね。私はやっぱり、ね、もうこう名前も残されずに死んでいった子どもたちの思いっていう、絶対生きたかったと思うのよ、どんなことがあってもね。だからやっぱり命はつない、大切にしたい。でその命をでも奪ったのは戦争だから、戦争だけはどんな理由があってもダメねっていう気持ちで私は。平和長崎小学生版の7ページに載せております。被爆者だけではなく、長崎市の教育委員会も昨年度から小中学校向けの教材で活用しています。自分と同じ年代の少年が立っている姿、背中に絡っている小さな幼子の姿、これを見ていろんな想像をします。そして一番初期の段階で被爆者の悲しみっていうものをですね、子どもたちが受け止めてくれるということを狙って入れたわけでございます。過去にあったことをやっぱり学んでいただくっていうのが一番大事なことだと思いますね。忘れてしまったら同じことがやっぱり繰り返される危険性ってあると思うんです。それを見て考えるのは一人一人だと思いますし、そこからどうするかも見た人の判断で決めていくことだなと思います。ローマ法王の来日で注目を集める焼き場に立つ少年、戦争の悲劇と平和の大切さを訴える未来へのメッセージとなっています。 That's right. That was really touching, guys. This short documentary about this boy standing in the grill with his baby brother on his back. And by looking at the picture, it's just really so heartbreaking. It's sad.When you look at the picture, and I think Japanese people didn't know who was that boy, right? Am I right, guys? The boy believed to have been photographed shortly after the explosion. Well, I have a little information about that picture. The image known as the boy standing by the crematory is said to have been taken in Nagasaki by US Marine photographer Joe O'Donnell, who died in 2007 at the age of 85. The boy is seen standing to attention with the body of a baby strapped to his back. It was a very interesting photo and the story behind the photo. Thank you guys for watching with me. I'll see you in my next video.